うん、あの友達のステキフィンガーちゃんが、はいはいはい、ちょっとアイアン前に話があるということで、うん、ちょっと今日来てくれてます。ステキフィンガーちゃんです。はい、どうもステキフィンガーです。お願いします。何どうしたの。アイアン前のツイッターで、はいはい、ちょっと2019年、うん、畳みかけるっていうツイッターした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 よしたよ。はい、ちょっとね、まあ、恒例から12月、うん、畳みかけてる行くにあたって、はい、ちょっとお二人のね、うん、アイアン前の結束力をもっと高めていただきたいと。なるほど。ちょっとですね、企画を考えてまいりました。何何ひらがなポーカーのやつやん、これ。うん、やったよ、この前。これ50音書いた、うん、あの文字がね、カードでなってるやつやんね。楽しかったゲームやんね、これね。これどうすんの、これで、うん。今回はですね、うん、このカードをお互い1枚ずつ引いていただきまして、うん、1枚引く、うん。はい。その出てきたひらがなから始まる食べ物、飲み物しか1週間食べれない生活をしていただきたいと思います。むずー。なんでそんなことするの。いや、逆境を乗り越えた先にね。なるほど。はい、まあ、例えば、あーやったら、あんパンとかしか食べられへんとか。う、ね、はい、うわ、大変やな。大変やな。あ、もう朝日スーパードライしかないんちゃう、うん、ほんまや。それ以外飲めねん。どうすんねんな。やば。まあまあでも、うん。まあ、でも乗りかかった船か。おー、そうやな。乗りかかった船からね。本当やるか、じゃあ。まあ、せっかく持ってきてもらったしね。ちょっとステミちゃん、ちょっとこれじゃあ、カードバーって出してもらって、ババ抜きみたいに。はい。うん、うわ、こんな重いカードある？重いね。こんなたくさんのカードがね、あるわけよ。よし、行こう。早速引いてみたいと思います。はい。じゃあ僕、これ。あ、行きましたよ。マジか。僕、これ行きました。はい。これ運命やで、一生懸命ね。マジで。ついて。何？せーので。はい。はい。カメラの方に向けていただきたいと思います。はい。せーの。はい。何何僕は、と、け、け、とと、けです。とか。うん。まず、ケーキ食えるぞ、私は。僕はトマトいけるな。まあ、とりあえず、とと、けで一週間、いきたいと思います。頑張ります。はい。はい。皆さん、応援してください。よろしくお願いします。お願いします。はい。一週間、飲食物縛りやりました。やったね。これがルールです。止めて一回見て、見てくださいね、ルールを。うん、12月が始まったからね、これ。うん。ちょっとね、キムアスの糖縛りからスタートします。トマトジュース、特茶、特茶、特茶。最初めっちゃ買えた。一発目からすごい量、もうね。いっぱい買えてんて。いろんな種類あるしね、ほんで。余裕と思っちゃって。これもほら、もう、余裕の顔してるやん。そうやね。なんかね、糖はね、コンビニに一番多いんちゃうかな、ぐらい。ああ、もう、確かにね。特選とか。そうそう。これも特のやしね。うん、そうやんね、なんか。普通にうまいしね。うん、普通に冷蔵庫に入れない。もともと。そのまま使えて。これいいよね。トッポ。でもトッポそんな買わんかったけどね。うん。一回しか。あ、これ。あげたって。あ、トーストも食えるの？トーストも食えた。で、うん、だから、でも食えたな、これ。パン。トカチの。うん。トカチ。トリスハイブ。これ居酒屋行ったやん。ああ、いいな。居酒屋ツアー行ってん。どんだけ遠で。居酒屋でこんだけ頼める？トマトとトリがいけるからな。ええー、な、もう、うん。トマト、ベーコン。普通よりいいもん食うてる可能性あるやん、はいはい。メニュー名が、うん、はい。トリのトマトソース焼き。トルコ風アイス。では、トルコ風アイスも食べて。で、ガムもじゃ噛んじゃって。そうわっ！タブレット。タブレットか。おっ。メンツゆかりでございます。なるほどね。うん、健康も気遣ってダイエットしてるからね、一応。なるほどね、うん、これトロピカーナ、横向きのね、マルチ横向きよ。あ、これあれや、うん、ロケ行く、ね、あ、そうやね。あの水を、うん、取りに行く登録渓谷に行きます、うん、これ渓谷公園湧き水ね、うんうん、これ組んでね、組んで、そうやね、横の水も僕帰ってすぐ捨てて、うん、別にいらんから。よう考えたら普通に特茶飲めるし、うん、いけたよ、ね、ちょっとね、糖がありました、こちらです、ね、うん、あ、これ帰りしなくて、うまそう、特製チゲなんで、きついやろ、あ、これね、さすがに軽も、これちょっとあの、メテちゃんがどうしてもきついってなった、うん、そうやね、両方濁点ゲットできるからね、チャンスよ ね、 そうそう、僕はどうしても阻止したって、うん、参加したこのゲーム。濁点もらえるチャンス取れないですね。ゲーになるためにね、ゲーなんかにしてほしくない。なんでや。あとドデカミ飲みたかったしね。炭酸が確かにね。これ点々つけば僕ドをゲットできる、うんうん、僕はゲーやでね、なるほど、はい、見てみましょう、あ、どうなんの、ケイとトーから、読み方が始まる漢字を一文字書いていただいて、なるほど、その画数の多い漢字をかけた方に濁点をさせていただきたいと思います。了解です、なるほど、じゃあちょっとお絵描きアプリをダウンロードしてそれでやりますんで、はい、よろしくお願いします、お願いします、うん、やっ
画数が多い感じやね。はい、よっしゃ、よっしゃ、うん、感じが思いついたぞ。画数多い方が勝ち、勝ちですね。K から始まるのと、うん、K から始まるのと、うん、勝負して。じゃあ、入れた。一斉に出してください。画数が多いは勝ちやね。来るよ。はい、どちらが勝つのだ、うん、はい、はい、出した。はい、どう、もうボロ勝ちやろ、こんなん。勝ちだ。弱すぎやねん。11対21で、木村さんの勝利です。ダブルスコアぐらいすぎるよ、これ。21? 何スカスカすぎるやろ。なんか悔しがってんやん。それ負けるやろ。今日の今日。じゃあ僕はどうゲットしましょう。だからドーナツとか食べれます。警察の刑とかあったやろ。あ、そっか、引き続き頑張る。それでいけんのか。で、どうゲットしてんこれ。あ、そうで、まだ塔はね、変わんない、うん、ここでは、うん、卵ここでゲットや。卵ゲットトロベーもね、ここでも食べれる。うまかったよ、これ徳玉豆乳、うん、あ、持ってるから、ね、ドキドキチョコナッツ、これ、どうですね、どう使った。とりあえず銅のもんをいっぱい買ってみようと思って、うん、これと一緒に合わせて飲めるもの、うんね、うん、ドリップコーヒーですね、うん、ししドリップコーヒーあったからね。うわ、コーヒー飲みたいだもんね。エナジードリンクのドラゴンブーストで、このドラゴンブースト、銅の3つ、エナジードリンク、あ、全部揃ってるやん。トロップ豆とね、タイ土産でドリアンの、これこれ、見て見て、大事なやつや。ポッキーみたいなドリアンってめっちゃ入ってるやつゲットです。タイのお土産なんでドリアンで一番臭いらしいんで、嗅ぎながら食べようかと思ってます。お願いします。ドリアンのポッキーみたいなの開けました。ちょっと匂ってみますね、一番臭いの。うっ、マジで臭かった。臭っ。美味しい。食べてみたいと思います。ドリアンのポッキーみたいな。一番の見せ場や。全然いいね、いかんがだけどな。一本ならまだ大丈夫です。いきます。そうね、これタイ土産もらってんな。うん。すごい。一口目だけですね。どうゲットしてね、うん、ドリアンやだから。そう、縛りの間に食べれてるのがすごいからな。あったから食べたね。うん、食べられへんねんな。そう。よかったな。ありがとうございました。K やから無理やった。食べますね。うん、おお。すぐトムヤムクンのログ。ドライゼロ。あ、これね。ビール飲まれへんからけど、ドライはいけない。これめちゃめちゃうまいですよ。これうまかったわ。ビール欲しい。うん、でーでー。で、これね。うん、一番うまい縦のドンベ。うん、まあ、間違いない。卵入れてやりました。卵入れて。卵入れて。あ、これ路上ライブの。はいはい。なんか路上ライブね。だからもう最終日前日。そうですね。トリックハイボール、もう酒だ、いい量の酒、特茶もあってね、うん、言わないように、うん、ちょっと可愛いやつや、うん、とろーりチーズのもちっとピザマン、お、とろーりチーズのもちっとピザマン、食べたいと思います。うわー、いいな、絶対うまいやろ、絶対うまい、あー、とろーり、いいな、丸いやろ、あー、うわー、とろーり、とろーり、とろーり、わー、すごい、頑張ってください、石井さん、ラジオライブありがとうございました、差し入れでトルティーヤをもらったので食べれます、いいね、トルティーヤ。カルティアの差し入れでもらって、うん、ね、うん、おいしい。ビルもかっこいいし味もおいしい。パーティーの準備ですね、ビルの話して。あ、これカントデカム、すっごい食べれる、はい、最終日なんで、もう最後の晩餐です。日曜日のお昼12時まで最後の晩餐、うん、これで今から料理したいと思います。そうで、鍋を作ったんです。鶏味噌鍋、鶏味噌鍋です。鶏味噌鍋、メデちゃんは何か作ってるようですね、うん、頑張ってね。おる。ついに完成してしまいました。うどん入れて。鶏味噌鍋うどんでございまーす。鶏味噌鍋うどん。命の水を奪われたんですけども、水がね、ここに来て、あ、2リットルの水を使い切るというね。うんうん、この日にめちゃ飲んだから。確かに。飲んでた。これで最後です。飲み干し。はい。助かってます。ありがとうございます。ケイファンのために何ができるか。はい、1週間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとう。終わった。1週間。飲食物頭文字縛り生活終了しましたけれども、はいはい、感想の方を、お聞かせいただければと思います。とにかくですね、僕は楽でした。そうなんでね、飲み物だけがきつかったんですけども、終わったわ。食べ物はね、結構普通の時より楽しんでた感じはありましたね。そうですね、どうもゲットしたし。そうですね、うん、特用とかね、特用とかね、特選とかがね、うん、結構トローリとかもいけたし、メトさん感想お願いします。僕は基本的にケーキとケバブを主食としていたので、うん、日本の方ですか。日本をやめようとしている状態でしたね。今に始まったことちゃうから。そうですね、うん、でも K
ケーキ食べても1週間で1キロぐらい痩せたんで、継続してるってことずっと。ぜひみんなもケーキ縛りやってみたら痩せるんじゃないかと思いますので、ケーキ好きの方はぜひお願いします。継続は力なりやから。いや、よくない。まあ、活動してる分にはいい。じゃあお二人が縛りなしで一番食べたい飲みたいものは何でしょうか。ちょっと買ってきたんで見せてもよろしいですか。はい、もう一発目に飲みたかったのは、うん、じゃあ僕から、中学校の時からほぼ毎日飲んでるコーラゼロ。あ、いいね、うん、何のキャラのパーカー着てんの。あと縛り生活の直前に買ったこのチョコがずっと冷蔵庫に入っててめちゃめちゃ腹立てて安心すらこの2つ持ってる。コーラとチョコレートこの2個を食べます。一番好きやから、はい、僕は、やっぱり一番デザインもかっこいいし、飲み物よく食いたかったもん。冷蔵庫にずっと入ってるチョコレート。ライブガードですね。買ったのに急に始まって。デザインですね。ライブガードや。普通ペットボトルのやつカンカンな感じ。もうこっそり食べたろうかなと思ったもん途中。もう気づかっけよな。であとはあのビッグサンダーね。マジですと。いつもブラックサンダー。セコ線は使ってないから。今日はでかいの。うん、こんなもん私ビッグサンダー。コーラはマジで飲みたかったな。炭酸とチョコレート。明日から熱海編が始まりますんで、お願いします。熱海住みます、はい、お願いします。頑張りましたよ。飲みましょうか。よっしゃ、これ最後ね。音聞こう、あ、テンション上がりきっちゃって終わっちゃった。うわでも知らへん、カンカンのライブがあるの。めっちゃでかいペットボトルのパッケージ一緒やねん。うまっ。光沢があるかどうかだけ。超生命体です。超生命体飲料であるもの、はい、うまっ。あのキャラのパーカーやねん。チョコレートもできたと思う。うわわかる。これのね、黒が好きやねん。テレビ向きじゃない指して、ね、いいね、こんなんを切るな。あYouTube 撮る言うてんのに。冷凍庫に入れるのが好きなんですよ。来てたな。追って絶対いいやん。食べの好きな。消されるで。いただきます。この動画うそ、こんなん、あのキャラ指してたら、あ、ちょっと違う指にしよう。ケーキの方がうまそうやけどな。頑張って編集して。あうねー。優しい指ちょっと頑張ってして。あうね。あんま甘い。小学校2年生が食べてる時場所変えるっていう。おいしい。頑張ってケーキいっぱい食べたのに、やっぱビッグサンダーとか食べたんや、うん、でもこのケーキ食べすぎてもういらないのよ。そうね、うん、10個ぐらい食べたから。チョコレートマジで食われへんかったから。トップ食べようなんで、これ、うん、うん、まっ。いや、ほんまにこれからちょっと普通の食べ物食べる生活に戻りますので、ね、はい、皆さんまた縛りあるかもしれませんし、うん、ないかもしれませんけども、ね、うん、終わっていきましたよ。ありがとうございますので、ご視聴ありがとうございました。ありがとう。スピルバーグ